様こんにちは、山芋です。さて問題です。前回のランキングイベント、山芋は一体何位だったでしょうか。結構ねツイッターで私今これぐらいだよって言ってて、最後きついんだよなみたいなことを言ってたと思うんですが、937位とギリギリ入ることができました。本当に最終日ってクタクタになりますね。はい、1時間ぐらい湯船に浸かりながらジップロックにスマホ入れてグーってやってたんですけど、全然順位上がんなくて、特攻持ってるのに大変でした。まあ、おかげさまで、チケットは3枚ゲットしてます。では私今ライダー対戦をやってなさすぎて、施設を強化できてなくて、ちょっとね建築業者さんがねいつも何もしてない状態でもったいないんですよね。そろそろ動き出そうと思います。じゃないともう月末、ああもうやばいですね、20日ですもんね。はい、ということで次レイドバトル、これ清水さん当ててたんですよね。いいなー、山芋も欲しいなー、マッハが強くなるってこれもかっこいいですね。これ持ってるんだよね私、2枚ぐらい、いや持ってない、1枚だけか、1枚は絶対あるんで欲しいなーって思いながら行きましょう。頑張りましょう。何頑張るかわかんないけど引きましょう。バスターの必殺技でも何でもいいです。レイドはやっぱドロップ特攻が欲しいです。確率的にはでも必殺技の方が高いのかな。 OK です。とりあえずクローズに光る、違う、ビルドかセイバーがドライブに光るっていう感じお願いします。じゃあ引きます。当たれ、当たって欲しい、当たって欲しい、行くよ行くよ。あー、セイバーの方だ、光るんじゃない。来たけど私も BCX が欲しかった。でも違うかもしれない、すり抜けるパターンもある。お願い、バスターのこれだよ、特攻だよね。まだイベント来てないから出ないんですよね。多分特攻。何？ああ、びっくりした。4の方の必殺技もありがとうございます。まだバスター呼んでないんですよね、私。あ、バスター召集ありがとうございます。特攻だね。特攻だよね。よし、来た。ありがとうございます。私も当たりました。では、Rエナジーを消費せずにバスターをお呼びしたいと思います。いやー嬉しいな。俺は最強の剣士だ。めっちゃ笑ってましたね。最強の剣士だ。ありがとうバスター。先に言っておきますよ、山芋いつも特当たったら必殺技のカードを最近つけてるんですけど、つけてるというか強化してるんですけど、今回はねそういうこともせずとも、っていうか多分必殺技のカード落ちるよねバスター。まあレイドなんでね、絶対に覚醒はいけるからまったりいけます。とりあえずメダル集め、コイン集め、メダル集めだ、コインって言っちゃった。なんかちょっとバスタードアップだとなんか分かりにくいな、茶色だみたいな。来ました、喋るかな。おりゃー言いましたね。すごい剣圧、剣圧ってなんだろうね。俺は最強の剣士だ。あ、ここ同じだ、さっきと。生半可のやつじゃねえって感じだな。はい、生半可じゃないです。俺がまとめてぶっ倒してやるよ。お、なんか劇中とちょっと声が違う感じがする。多分本人だと思うんだけど、なんか違う感じがしますね。ここですよね、多分ね、レイドなんで A ラッシュつけますよね。 A ラッシュ早く貯めた方がいいので A ラッシュつける。あとはまあ適当にちょっとだけでも強くなるように何かつけるべきですよね。 TRK はやっぱいらないかなっていう。で、私未だにA ラッシュの5誰がつけてるかわかんなくて、前回のイベントもエスパーダ A ラッシュのエンブレム4つけてたんですよね。誰が持ってるんだろう本当に。
はい、時間変わりまして、イベントが始まってる時間になりました。さっきさ、ちょっと音ちっちゃかったですよね。まあ、まあ、いっか。で、イベント、レイドバトル、ストーリー付き、またストーリーはストーリーで動画にさせていただきたいと思います。で、今、ボス7まで来ました。で、今回のレイドバトルのエネミーが、P なんで、私たちは S で、ライダーを S にして、行く方がいいですね。まあ、今回はクローズバスター X で私も揃えていきます。はい、ボスが出ました。エボルのブラックフォールフォームでした。とか味方がもしマルチで言ってエボルだったらちょっと焦りますよね。ちょっとってな。どっちだみたいなね。結構ありますよ。ちょっとバスター大きいんで、ちょっと映りきってない感がありますよね。茶色い目が出てるけど、いや、なかなかの。ちょっと私多分 X ね、あんまりカードついてなくて弱いんですけど、クローズがね、すごい強いんで、バスターがぼーっとしてても、クローズがちゃちゃっとやってくれます。では、いきます。なんでアングルこんな遠いんだろう。近づこう。はい、エボルベースね。一番上が、上と真ん中が普通の2つ技で、これぐらいしかね、まだ強化してないんで、ダメージが入らないんですけど、一番下が今回の特攻ですね。はい。全然違いますね。まあ上の二つもまだレベルが1とかなんで、レベル上げちゃえばもうちょっとね、ダメージ入ると思うんですけど、多分ね、クローズとかが強いんで、ちょっと私、クローズとかがやってくれたりとかするんですかね。でまだね、エンブレムとかつけてないんで、弱いんですけど、決まったかな？オッケーです。あ、メダル出ましたね。たくさんもらえます。これマルチで行くとね、また美味しいので、いっぱいもらいたいと思います。すぐ覚醒いきそうですね。ちょっと、やっぱ特攻当たったので、せっかくなんで BP 回復も使いつつ、いつもよりも走りたいかな。レベル80までは行ったことあるんで、100はでもちょっと無理かな。100はいかないかもしれないね。で、まだ今チケット引いてないんですよね、私。先に1000枚のビルドラビットタンクハザードフォームを引きます。これまたちょっと今度、前のやつとどうするかちょっと重ねる?前2つ持ってるのかな。今回何枚ゲットしようか本当に悩んでます。スキップします。絶対もらえるんで BC ゲットです。これがどれぐらい強いかですよね。でチケットなんですけど、私ファイズの BCX そんな欲しくないというか、ファイズはそんな育てていないので、ちょっとこのチケットを温存しようかなと思います。これ温存してもいいんですよね、使わなくてもいいので。温存します。で必殺技は今日は2枚引いちゃおうと思います。多分2枚あるよね。2枚あります。では、まず1枚目から、あ、ちょっと待って、提供割合見てもいいですか？クーガ、あ、ゾンズね。私この子持ってないから、ちょっと普通に欲しいかもしれない。ちょっとクーガのね、マイティキックも。まあ、でも、このね、ピックアップが当たるとは限らないので、何でもいいです。引きます。さあ、何かな？なんだろう。おっと。2号とかもういっぱい持ってる。1号がいいかもしれない。1号がいいかもしれない。私もう3枚持ってるんじゃないかな、2号。3枚持ってたような気がする。いや、わかんない、わかんない。いきます。もう1枚も引いてしまいたいと思います。昭和。待って、でも X も3枚持ってるんじゃないかな。X も。あ、でもかっこいいよ。しかも X 今連れて歩いてるじゃん。ちょっと待って待って。でも昭和が2つ当たるってちょっと嬉しいですよね。あ、大丈夫だ。2号、1個は星6の必殺技だから、これで強くなるから、ライダー対戦ちょっと私美味しくなるんじゃないですか。おっと、これ育てないといけないぞ。このグレートサクセス中に。ちょっとやばいぞ。もうこんな時間だ。ちょっと X、何もカードついてない。あ、X もちょうどよかったじゃん、これ。
え、待って、今出たやつってどれ。わ、絵柄違いだ。いや嬉しい、これで X も強くなった。でこれ S にしなきゃいけないですよね今レイド行ってるから。わすごい、2号と X が強くなった。ただ BT がね、私全然持ってないので昭和本当に辛いところです。ということで私は BC のチケット温存でいきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。レイド私もボス飛ばしまくると思うので、ぜひフレンドの皆さん倒してください。ちなみにフレンド枠はいっぱいです。またログインをサボっているお友達がいたらさようならしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら、バイバイ、またね。